こんにちは。今回は浜中ジャンボニーで編むアクリルたわしの編み方を紹介します。糸が太いので今回は8ミリのかぎ針で編んでいきます。作り目の鎖編みを10目編みます。糸の後ろからかぎ針をくるりと回して糸を引き抜きます。ここから全部で10目の鎖編みを編みます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、10目の鎖編みができました。今回は細編みだけで編みますので、立ち上がりの鎖編みを1目編みます。次は細編みです。鎖編みを編んだすぐ根元の作り目の鎖編みの裏山を拾って細編みを編んでいきます。ここが裏山です。裏山に針を入れて糸をかけて引き出します。これで針に2本の糸がかかっています。次は糸をかけて2本の糸を引き抜いて細編みが1目できました。次の裏山にも細編みを編みます。裏山に針を入れて糸をかけて引き出し、2本の糸を引き抜いて細編みが2目できました。このまま作り目の鎖編みにすべて細編みを編んでいきます。裏山を拾って細編みを1目ずつ編みます。1段目の最後のところです。ここが10個目の細編みです。最後の鎖編みの裏山に細編みを編んで10目の細編みができました。次は2段目です。2段目はこの糸端を編み込みながら2段目を編んでいきますので、糸端を上に持ち上げてから最初の鎖編みを編みます。糸端を上に上げて鎖編み1目を編んで編み地を裏返します。2段目は糸端を編み込みながら行きます。1段目の細編みの頭のこの鎖の形をした2本の糸に針を入れて2段目の細編みを編みますが、その時この糸端も一緒に編み込みます。糸端を上にかけて1段目の細編みの2本の糸に針を入れ、3本の糸を一緒に編みくるんで細編みを編みます。このように糸端を編みくるみながら細編みを編んでいきます。糸端と細編みの頭の2本を一緒に編みくるんで細編みを編みます。
こうすることで後で糸始末をしなくて済みますので、一緒に編みくるんで2段目の細編みを編んでいきます。この部分は少し厚手な目になりますが、アクリルたわしですのでそんなに気にならないと思います。糸端を編みくるみながら2段目の細編みを編んでいます。最後は少し引いてから糸端を編みくるんで細編みを編みます。そして引っ張ると中に糸端が入りますので、糸端を少し引いてから細編みを編みます。これで編み地を引くと中に入りますのできれいに隠れます。2段目もすべて細編みを編んでいきます。そしてここが1段目で最初に編んだ細編みの頭の部分です。ここに最後の細編みを編みます。2段目の最後は1段目の最初に編んだ細編みの頭2本に針を入れて細編みを編みます。これで2段目の細編みができました。次の3段目は2段目と同じように立ち上がりの鎖編み1目を編んで編み地を裏返します。3段目からは細編みの頭を拾って編んでください。細編みの頭2本を拾って細編みを編みます。3段目以降は3段目と同じ編み方を繰り返して毎段細編みを編みます。前段の細編みのところに細編みを1目ずつ編みます。そしてここが段の最後のところです。前段の立ち上がりの鎖編みを一目編んだこのここに細編みを編んで、これで3段目までの細編みができました。ここまで編みました。この大きさでもアクリルたわしとしては使いやすい大きさだと思いますが、もう少し細編みを編みます。細編みを8段編みました。ここで目を留めます。鎖編み1目を編んで糸を引きます。少し長めに糸を取ります。糸を切ってあとは糸始末をします。とじ針に糸を通します。
糸が太いので通しにくいですが、とじ針に糸を通して糸をここではしっかりもう一度引いてください。そしてあとは細編みの足の部分を通して糸始末をします。細編みの足のすぐ根元の部分です。ここを通して糸始末をしていきます。この細編みの足の部分に針を通してください。ここが一番目立たないと思いますので、細編みの足の部分に糸を通してアクリルたわしを仕上げます。糸を切ってしっかりとしたアクリルたわしが完成しました。最後までご覧いただきましてありがとうございます。